こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。ダイヤモンドですね。いやー、前回はマジですまんかった。マジですまんかった。もう本当にやらかしまくったわー。モーピー行くか。モーピーで行こうか。はい。いやー、スモモマジで強かったね。スモモにスモモでボッコボコにされちまったな。もう本当に握り拳でボッコボコにされたわ。いいよー。ブルーホースくんとブルーホースくんのポケモン。ドリームチーム OK いいですよ。その代わりあの私のポケモンもシャーブシャーブしてくれるならいいですよ。もしくはあの先っちょでクルクルしてくれないですよね。先っぽでーさあということで、もう前回パートでボコボコにされてもう腹立ちんこになったもうちんこをもうですね、こいつらに恨み晴らさずおくべきかっていうことでしばき上げるでございます。リンプン受け入れ目の前効果抜群で与えましょう。飛んでいくがいいわ。なぜお前ピクシーになっていないんだ、お月見山。ギリギリ生き残るでやつ。ベロムショック、毒毒の実、グギー。あ、効果抜群な。あ、毒に弱いんですね。なるほどね。初耳だったな。だからなんか前回からなんか防御力が低すぎてボッコボコにされまくってるんですよね。しかも痛い。いやー、嘘だろ。吸血ってそんな強いの？あれ？なんかもう、なんか立ち直れないくらい辛いんだけど今。うっそだろ、マジか。え、だってまだ銀河団だぜ。銀河団レベルでこんな、しかも下っ端にも勝てないの。俺の存在意義なくない、つれ。ということで、まあ、まあまあまあ一体ずつちゃんとボコボコにしていくか。素早さも上げつつね。まあもともと一番素早さ早いけど、これ以上に速いキャラが出てきた時のことを考えてね。まあでもまさかのステージ3の段階でもう毒経由とかそのレベルを出してくるところがやっぱりこのポケモン自体のなんて言うんだろう、難易度の高さをこう表現してるとか、なんかそんな感じがするよね。エクテー、ああ全体が食らうのね。アケユタカーちゃんボス、ペペ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 ペ、ドヒュードピュードピュー、くっそー、グレッグルワイパーか。グレッグルワイパーは、じゃあ、とりあえず、カイングルまで燃やしておきましょうか。まあ、アゲハントはとりあえず任せよう。あーりゃー、オッケーオッケー、竹豊には当たらないです。でも当たった感じになっちゃうんですよね。ベロムショック。あー、そっちですか。あー、つか、フェアリーは効くんじゃねえか。おい、大丈夫、大丈夫。てか、明かりじゃねえや。光か。光はどのくらいダメージが、当たって、いやー、地味に食らわないのね。じゃあ、ニトロチャージ。さらばだー。サラダバー。終わりだー。チュ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 。オッケー。チャ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 。オッケー。で、ペペペペン、角槍。あ、ちなみにしれっと手に入れてたんですけど、角出せ、槍出せ、みたいな感じのフォルムをしてるからっていうところですね。2体目出てくるよね、さすがに。相手も2体持っててさ、光は1体しか持ってませんでしたとかってなったら、たまらんのやけど、出てくる。あー、出てきた、出てきた。ユンゲラ。あ、いいですね。でも確か悪タイプだから、これ、右のやつ食らわせられないんじゃないか。じゃあ俺こっちやるから、グレッグルよろしく。燃えろ、燃えろ、燃えろよ、キャンプファイヤー。サイケ光線。オーケー、いいね。しかも毒格闘だから4倍のダメージ、そしてさらに 1.5 倍だから6倍バイタダダダン。アルギリヌーツの槍もいいですね。ほんとドンパッチマジで何してんのって感じ。あ、いいですね。水の波動ってね、地味に使えるんですよね。硬くならなくていいから攻撃をどんどん強くしていきましょう。ポカン、いろんなことを忘れて。でもいいよね、いらない技をこう一瞬でポカンと忘れられるって、なんか羨ましいな。なんかいらない記憶をどんどん削ってってさ、こう自分に必要なものだけをこう残しておきたいっていうね。まあでも嫌な経験とか辛い経験とか苦しい経験があったから、それを乗り越えて今自分が強くなってるんだぜっていう実感を持つことっていうのも大事なのかもしれないですけどね。まあ前回ボコボコにやられてね、何のクソの役にも立たなかった私が言うのもあれなんだけど、おとなしく倉庫見張っておきなさいよー。さ、いわゆる足取り新しいね。ああ、なんだ、普通に君たちが返してくれるのか、ありがとうよ。え、それ例のことはもうノボスにあった。ああ、覚えてろよーって、覚えてるよーって言うやつのこと何なのっていうか、なんでどうって街の中いるのよー。あ、ありがとう。ああ、考えたくない。ノボスシティ。ああ、はいはい。オッケー、じゃあね、バイバーイ。ということで、このまま銀河団のアジトに乗り込んでいくのが正解なのかもしれないけど、とりあえず、なんかね、モーモピーがかわいそうだから回復にだけ戻りましょう。はい、バイバイ。
マジ島に侵入。さあ、ノモセで4つ目のバッジを手に入れることも大事なのかもしれない。あれ？これ もしかしてだけど、そうもそうも入ることができないかもしれないの。そういうことだろう。パフ？奥様が発言中、そういうことじゃない？あ、入れないでやんすか。あ、そうですか。入れませんでした。ごめんなさい。残念でした。また聞いてね。ブル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 。空を飛ぶは、地味に強いから、アルギニヌに覚えさせておこう。そうなんだね。あ、いいですよ、いいですよ。空を飛ぶで、翼で打つがいらないかな。うん。ちなみに、他のなんか覚えさせておいた方がいい技。あ、なんか、ちょっと今、チラッと見とくか。ドリンパンチは全員覚えないですね。しっぺ返しも全員覚えないと。電撃派、電撃派なぁ。お前覚えんのか、モモピー。覚えられるんですか。あ、花休めもいいよね。鋼の翼。泥棒は使わないですね。草結び。居合切り。ステルスロック。岩砕き。あのね、一応ね、デパートの方でもこうなんかどの技が強いかなみたいなこととかっていうのは一応眺めたは眺めたんですけど、どうもね、うちのパーティー攻撃力の高いポケモンばっかりだから、こう特殊技で強いっていうのはなかなかちょっと当てはまらないのが残念なところなんですよね。ところでチリ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 。タウンマップとかこれで移動できたり、あ、飛べるようになってる。おお、すごい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 。おお、素晴らしい素晴らしい。と言いながら、まずは普通にノモセシティまで行くのが今回のミッションになりそうですね。をしながら、きちんとレベルアップを目指してやっていきましょう。この辺でなんか野生のポケモンはなんか手に入るのかな。ここあれだっけ。あーだよね、やっぱりアンノーン、あ、はいはい、アンノーンをなんかいろんな技を、あ、じゃあいろんなあのタイプの、あ、違ういろんなフォルムの、どんだけ間違いない、いろんなフォルムのアンノーンを捕まえていくことで、どんどんこいつがなんか穴掘ってって進んでいくっていう、確かそんなオチだった気がするんだけど、ここは、あ、そもそもあれだ、チャリで進むことができないってことか。まあいいや、じゃあ行きましょう。勝負しようや。表とかけるか一発やか。ごめん、全く待って、日本語になってなかったね。ビゲンマキト、かっこいいのかかっこ悪くないのかよくわかんないな、こいつな。少なからず俺には絶対似合わない。しかもギャンブラーってなぜか土佐金と使ってくるよね。何なんでしょうね。どう関係があるのかなっていつも思う。ということで再起構成、ベベベベベベ。まあレベル23ってまあちょうどいい塩梅のところだよね。うわー、痛い。もうオスがメスにつついたらダメですよ。つつく乱れ好き、ドリルくちばし、潮吹き。直接的なこと言ってるの聞こえるけど全部言っとけろ。あれだぜ、ポケモンの技だからな。で、トサキまあやっぱ弱点に対してもう効果のある技を使っていくっていうのはもうやっぱ王道だからね。それはもう仕方ないよ、致し方ないところですよ。ということでポルノグラフィティの力を見せましょう。電撃ビリビリお見舞いしましょう。スパークドゥッ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 ド。最後のマタトさん金とか、まあいいだろう。どうせ次のジムリーダーはこいつが先頭を立って頑張っていただかないといけないから。あ、だからこれいわゆる前哨戦を今やらされてるって思ったら、まあなんとなく納得できる気がするけどね。さあ、オッケー、チャーオーマイグー、マリルが欲しい。マリルが欲しいんだけど、マリルってどの辺で手に入るんだろうね。何が出てくるんだろうな。あ、キリンリキチョンチョクジュジュジュン。こいつってエスパーノーマル、それともエスパーフェアリーなのか、どっちなんだろう。早起き、あー眠らされてもすぐに起きますせみたいな感じか。じゃあとりあえずチュッチュしとこうか。チュー痛い。
いや痛い、しかもひるんで技が出せねえだと。マジか。先輩よろしくっす。いやーマジでモモピ役に立たねえな。サーナイトになっても不安でしかないんだよな。いか攻撃力を下げておきましょう。お耳がピクピクしてる。さあどんな技。あーシャイケコーシェンナメプオツそんなもん俺に聞くか。いやー噛みつくしちゃダメだな。とりあえずスパークで様子見ですね。あちょお、いいね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 。ダメ、何何がダメだったのかわからないけど、とりあえずマスターボール。ペッ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 。ムニュ？ムニュ？ムニュ？パキンだってかペペペペピン。エスパータイプあれだな。ケイシーの代わりにこう使う。いやでもジラン力にジラン力になるんだっけ今って。このタイミングで宿力か。これって自分の HP だけかな。じゃあいや成長の方がまだマシだな。さあこれでどうなる。テレテテ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 。あ、来た。お待ちしておりましたドダイちゃん。自信を覚えたまえ。自信もっと置け、もっと置け、自信。血が入るってもう不思議場のはるかに超えてんだよな。かっこいいよなドダイトスね。名前はクラッシュかな。さあ、おーいいですねいいですねってなれば、あ成長捨てがたいんだよな。攻撃の方が高い、攻撃力はるかに高い。じゃああえてあえてこっちにしとこう。うん、よし成長ポカン。オッケー、いたーってかたたたたた。回復技だったらいくらでも、あの回復アイテムだったらいくらでも使ってあげるからさ。ギリン力か、どうしようかな。まあ上半身とか下半身がってところがあるから、まあそれで言ったらもうこれだよね。エンタウ、寒いしつまんねえし。違う。もらい、違う逃げ足か。もらいでだって面白かった。いやーいける、しかも今一つかー、いけるかな。とりあえず頼む。とりあえずドレイン。チュッ。半分以上回復すればいいけど、半分も回復しなさそう。いやーこれはダメだな。終わった。あー終わらない。俺の冒険は終わらねえ。じゃあただ燃やされたら終わっちゃうので再起光線で。まあこんだけレベル差があればさすがにいけるでし、いけないんだよね。いけないんだな。そう、まあでもちょっと待って、ちなみにあドレインキスもあれなんだよね普通に。あじゃあ攻撃力が下がってないから、じゃあ攻撃力は関係ないから、これでチュッチュして、よしじわっと回復してます。じわっと回復します。ポニーとポニーポニー、さよなら、さよならエフォーナ。防御低いな、攻撃力も低いんだ。そりゃ死にかけるわな。そういうことだな。了解。仕方ないね。ポニータか。わあ水タイプが全然いないですね。水に強いやつが全然いねえだす。邪魔。竹豊じゃきついか。じゃあまあ今のところその主力で一番レベルの低い君に言っていただこう。頼む。そうなんだよ、結局ね、ドダイトス草タイプだからって言って次のジムリーダーで出したって地面タイプがあるから普通に水鉄砲というかもろ食らっちゃうんですよね。それがつれえところなんだよな。ということでまずはスパーク。このスパークをさこいつで使って一回もまひらないんだよな。ああまあまひることかとか関係なくにダメージ食らってくれたからまあ助かったけど、コレクターなんだろう、一つのポケモンしか出さないよね。
オッケー、じゃあいや普通にそのままやっちゃいましょう。だからあれなのかな、一つのポケモンを突き詰めていくっていうことなのかもしれないよね。まあそれでいくならば俺も普通になんだろう、あのリザードばっかり集めよう。オッケー、図鑑が羨ましすぎちゃい、ちゃ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 。いやそうだね、そうはならないよね。不思議な贈り物とか非常に気になるんだけど、とりあえず、傷薬で、まあ、1回くらい回復してたらなんとかなるでしょう。モンキーも元気になってるしね。よし、じゃあ行こう。チャカチャ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 ッペン、チャカチャ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 ッペン。お姉ちゃん、俺とイチャイチャしようや。あら、お姉さんのポケモンに興味があるな。そうなんです。なんかあの、そこに潜んでいるあの、2つのお山になっている大きい大きいポケモンに私興味があるんです。ミノマダム。ミノ、これは虫草になるのかな。ゴミ、え、ゴミをなんか引っ下げてるやつで、なんか鋼とかなんかいろんなタイプ分かれてなかったっけ。ということで、危険予知。身震いをした。あ、身震いしないってことはあれなんだな。ってことは、じゃあ、普通にチューしましょう。お姉ちゃんとチュー。初めてのチュー。防御力が高すぎてビビってる。無理つらい。助けてくれ。じゃあ、こいつでなんとか倒したいところだから、じゃあ怪しい光をやっていきましょう。チュ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 、ピッコピーン、テケテテ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 、混乱ドッセルは一つ12万円、1年間で2万円の減価償却、6年でようやく12万円。どうなんだろうな。皆さんちなみに小学生の時にランドセルって6年間使い切りました？なんか僕はそのやっぱり6年間しか使わないじゃないですか。なんか某アメリカの女優はあのランドセルおしゃれのカバンとしてなんか使ってたみたいなあのニュースとかも上がったりとかしてたけど、基本はまあ小学生6年間しか使わないじゃないですか、日本だったらね。だからまあ6年間でまあ超ボコボコのボロボロになったけど、まあ頑張って使い切ったっていうところですね。そうか、特攻と特防が上がってってからあれなのかな。蝶の舞すげえな。蝶の舞ってなんか昔いたな。なんか蝶の舞ってなんかいかがわしいセミナーかなんか売ってるやつ。あいつ途中で確か名前変えてんすよ。うん、名前を変えてた気がする。なかったっけな、忘れたな。もうで名前を変えた結果蝶の舞っていうなんかあのくっそ寒い名前に変わってたんだよね。今あのあれなんだよな、表であんまり見ないけど、まあ、結局あの人を儲けさせることのできないセミナーを売りまくって、なんかああいうなんかね、そのなんかビジネスセミナーみたいなのをやってる人の裏の話を聞いたことがあるんですけど、なんかちょっとでも関わったことがある人、だから要は無料セミナーに来た程度のレベルの人でも、なんか自分がその年商2000万とか1億とかを売り出す生徒にいたんですとかって言って、まあ、ちょっとずつその実績を持っていくみたいなあのやっぱことをやってるそうなんですよね。まああの実際に聞いたのはあの下の名前上の名前でイニシャルを出すとあの AI っていう、まあちょっと僕も引っかかったやつがいるんですけど、あれはマジでサジックスギレベルだったな。しかもレベルも低かったしね、セミナーのレベルも。まああの人生いろんなところであの学習というかあのねさせられて辛い思いをするんですよ。ということで、怪しい光。いやー、お前呪いって、いやーちょっと待って、お前釘刺さってってるけどさ、そんなに言うてあれじゃね、自分に釘刺さらなくね。お化けが自分に呪いをかけるってどういう状況なんだろうな。うん、体力の4分の1削るんだよなこれな。4ターンでお亡くなりになっちゃうっていうところが辛いよね。それ再起光線発射準備オーライ、発射準備オーライ。あぶれ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 、発射オッケー。効果は抜群だ。あれゴーストって結局効くっけ。あんまよく分かってないんだよな。いやー、なんでそうなるの。嘘だろ、終われよ。あひゃー、バーバピー。あれまだいるのか。じゃあ竹内、次何出してくるかわかんない。ユンゲラー。そっか、まだいる。くそ、もうえっちゅうね。もうかわいそうだべや。
とりあえずあだよね、お前の方がなんか素早さ速い気がした。もう尻尾にしか栄養がいかない系男子だもんな。ということでさあ、これで俺の方が素早くなっただろう。そんなお前に火炎放射。オーバーヒートの方が強いんだろうなきっとな。まあダメージ自分に食らっちゃうとかさ。オーバーホールだダダダダダダダ。角出せやり出せ頭目玉、君に勝つのはとても難しいということで、仕方がないので、一旦戻ります。勝つ悪相珍相雨あられ。さあ私戻ってきたけどオタクに引っかからんのせる。別にオタクってさ、なんていうんだ、その一芸に秀でるっていうかさ、本当なんで その知識ってどうやって勉強してんのっていうくらいさ、賢い人とかっているじゃないですか。あれマジで感心するというか、すげえなっていつも思うんですよね。まあ分野にもよるけどね、なんか全然自分の興味のない分野に関して詳しかったから何っていう話になってくる人も、まあ残酷だけど事実としてあるかなと思うんですけど、見つかったオタク、勝てそうにない相手にも向かっていくのがコレクターなのです。まあ何かを集めるっていう趣味のね、オタクもいればさ、その何かのこう追求していくっていうね、方のオタクもいたりするじゃないですか。僕は知識系オタク結構好きだったりするよね。うん、何かの収集っていうのはあんまり興味がないかな。自分が何か集めてるとかっていうのもないからね。うん、だから皆さんもさ、なんかこれに関しては知識なのか集めるなのかっていう、何でもいいんだけど、これについては負けませんオタクですっていうなんか情報とかがあったら、ぜひね、僕話聞いてみたいなって思うんで、コメント残してくれたら超喜びます。はい、集めるの興味ないって言ったけど、自分の興味ないだけで、なんかこういうの集めてるんすよねっていう人の話を聞くのは全然好きなんで、はい、なんか今余計な一言言っちゃったかなと思ってるんですけど、人が何かを集めてることについて自分も やろうとは思わないけど、まあ やるとしたら僕ね、レゴを集めてみたいなとかと思うんですけど、うん、まあでもね、レゴってやっぱりさ、一般家庭ではスペースあまりにも取りすぎるからなかなか難しいんですよ。一人暮らしだったら喜んで取るかもしれないけど、うん、まあ家庭がありますからね、家庭がある中だとさ、うん、やっぱり自分のスペースよりも何よりも子供優先、子供が第一で奥さんが第二でってみたいな感じになってくるからさ、うん、じわっと回復しました。2、いや、え天使のキスってさ、ちょっと待って、天使のキスってさっき特殊技になってたよね。あれ、なぜだ、あっ、ザップ、ちょっと待って、ちょっと納得がいかないんだけど、納得がいかなさすぎてびっくりしてるんだけど、とりあえず毒消しでやっと、あーめんどくせ、毒で傷薬どう、違うよ、使っても効果ない、それはないよ。まあ傷薬1個も買ってないけど、とりあえず手持ちにある傷薬はぐる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 使っていきましょう。ってことで、タタタタン、あ、いたのね、あなた。大きな根っこ、大きな根っこはな、回復に使えるんだっけ、それともレベルアップなんだ。いやー、じゃあ、よし。満タンの薬、今使うのはもったいないから逃げるぽよ。遺跡マニア、めっちゃこっち見てる。逃げられない、逃れない、カッパエビセン、結構強いぜ。おめえさっきのアンノーンを捕まえてきたらってやつと一緒に穴掘ってたらいいんじゃないですか、モリモリさん。アテトップスートップ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 、あれ、タテトップスって初めてだっけ。いや、そんなことねえよな、2回目だよね。ジョーですよね。あー、どっちも今一つか。ってことはまずは怪しい光で銃弾せしめてハッチバキはくる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 、キュッキュッキュッ、こんなに丁寧に、あ、後ろ富士山ある、知らなかった。まあ天眼山のことなんだけどね、天眼山イコール富士山にしとこうぜ。突進グエ、あ、ちょっと待って、防御力が低いんだよ俺。防御力が低いやつにそんなことしたらとんでもないことになるから、とりあえず命の雫。おっちゃん、あしゃ、あー、いい湯だな、あはは、いい湯だな。まあまあ回復してくれた、ありがたい。さあ、タテトプス混乱、いやー、攻撃できるかよ、意味ないね、意味ないね、2ターンともあれか。じゃあ再起構成、ビャ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 、発射デュヒュ。こいつ特防が低いのかな。まあでも普通に考えて効果今一つで 0.5 になって 0.5×1.5 は 0.75 でしょ。まあでも普通に食らうよりもやっぱダメージ食らっちまうことになるもんな。
といったところで急所に当ててくれないんですよね。そうなんですよね、混乱が解け上がった。しかも鉄壁は意味がない。あーなんだ、あの千年の盾か、攻撃力ゼロ守備力3000が急に出てきやがったの。普通に再起攻勢スパラベのなんとか表側表示になった瞬間に、あれかかってこいや、ふぅー、かわい。じゃあ、あれ命の雫ってなんだ、なんかあの複数ターン、なんか毎ターンちょっとずつ回復してくれるのかと思ったら、まさかの1ターンだけだったのか。そういうことか。じゃああれだね、普通に自分じゃない、あのマルチ戦で戦ってる時に効果があるっていうタイプの技か。しまった、やっちまったな。なんだ、効果を間違えて思ってしまった。これはもしかしてだけど、もしかしてだけど、角も出して槍も出して原子の力から、原子の力って最強だよね。全ての能力が上がるんだもんね。水、あでも水の波動があるから水鉄砲いいか。泥かけでどん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 削っちゃいましょう。ね、泥かけも結構ね、攻撃力が低いけど命中率下げるという結構いい技を覚えてくれてるからね。チャ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 、オッケー。あーですよね。よっしゃ、モモピー来たー。モモ、オッケー。ドッ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 ドンキーコング。パラ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 。美しい。ちょっとおっぱいある。ポケモンに発情したらダメだ。まあでも擬人化のポケモン、お、マジカルシャインだ。マジカル社員は、ほほほほ、じゃあ命の雫がいらないね。こうなるとね、特攻95、一気に上がったね。オッケー、じゃあこっち行きましょう。タタタタンタタタタンタタタタンタタタタタタ、いやめちゃめちゃいるな。まあ、いや、おじさんおじさん、僕と遊びましょうや。ペプタ、次はあれかな、ギャロップにして。ギャロップになるの確かレベル40とかそのくらいまで上げなきゃいけなかったんじゃなかったっけな。頭蓋骨、なかなか強烈なポケモンが出てましたな。攻撃力がめちゃめちゃ高いポケモンじゃないか確か。型破りの効果がいまいちちょっとよく分かってないんですよね。まあでもとりあえず、まあ再起光線で様子見ましょう。はっしゃー。いやなんか攻撃の仕方めっちゃ美しくない？神々しいわ。はあ。でもなんかサーナイトが手に入ったら普通にあっちも欲しいな。やっぱりエルレイドやったっけ、エルレイド、あれでも目覚めない石が手に入らないといけないんですよね。いやどっかで手に入らないかな、探しに行ってみるかね。エスパー2体になるとちょっと辛い。エスパーフェアリーとエスパーどうだもんな。どうだろうな。普通に今なんか動かなくなる。なぜなぜ、ぐる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 、はしゃー。これで1撃です。ドーミラーはオスメスないんだね。まあ、鍋舌だもんな。鍋舌じゃねえ、鍋敷きだもんな。なんで猫舌みたいな言い方になっちゃったけど。で、石つぶて。石つぶてちゃんは、じゃあ、角槍行ってみるか。さあ、お前の初陣、美しく飾ってみなさい。角槍、あ、ちなみに、シパークは、優先的に、ノーモスシティの、なんだっけ、ジムバッジを取りに行くことを優先しようと思ってます。あのレベル50までの言うことを言うようになるから、まあ、あの強いポケモンが手に入ったタイミングでね、やっぱ地下のポケモンとか結構強いのいたりとかするから、で地下に関しては、まあ、なんか一回箸休めていろいろ遊ぶ回をなんかだあのなんかダラッとやるかもしれないけど、まあ、基本的には裏でちょっと遊ぶ系女子にしとこうかなと思ってるので、まあ、皆さんと一緒に見ることは、まあ、一回いくらやるかないかってところかな。まあ、全部そのハテナマークになってるとこ開拓しに行きましょう、開拓ってやるかもしれないけど、って言って次のパート急にそれをやってるかもしれないけど、はい。突進は強いけどいらないです。あまりね、体力削れる系の技をね、一撃でぶち殺せない時とか極力使いたくないっていうところなんですよね。さて、こっちは行っても仕方がないだろうから、よっしゃ、じゃあ行きますか。オタクっちの前に野生っち、野生のエッチ、なんだなんだ、椅子が今ゴリッと動いたぞ。お尻ボコンって痛かった。よし、オッケー。じゃあ、でもこいつが虫の知らせ。虫の知らせもあれかな、苦手な技持ってる系だったら出てくる。てか野生のポケモンがさ、普通にトレーナーと同じようなレベル感で出てくるっていうね。西へ東へ、ただし、北、南には行きません。幼稚か？なんかエロい顔してるよな、こいつ。ブイゼル。ってことはブイゼルが3体出てくるか？うん。
まあ、フリーゼルの進化系のね、あのエルレイドはね、出てこないですからね。違うんだけど、エルレイドじゃないんだよね。水星は確かあれか、あの水、あの雨乞いとかで、あの雨が降ってたら素早さが上がる、確かそんな技だったんですかね。フリーゼルか、でもブイブイ言わせてるから、じゃあそうだね、じゃあと言ってもやっぱモンキーが今一番レベル低いからモンキーの方がいいのか。よし、あれ HP 減ってるし今のうちにチュッチュしとこうか。チュー、チュー、95もありゃ暗い刺激で倒せるでしょう。おっしゃー、 HP マックス、メッドマックス、ありがとう、さよなら、バイバイ。いいですね、いいですね、ブイゼア、そのまま戦いましょう。じゃあ怪しい光の1個下の、サイキック構成1個上です。ある意味1個上ですね、まあ、一番下なんだけど、どうしよう、ピグレットピング。マイクが高い声拾ってくれる。いやー、やっぱトリトドンは素早さが低いな。あっちゃー、そのね、なんかオタク、ここに出てくるそのポケモンコレクターのさ、いいところがさ、なんかそのムッキーってならなんか恨みや本舗とかに出てくるさ、なんか急になんか切れまくるオタクとかと違ってさ、あの普通になんていうんだろう、いいやつっていうね、あのやっちゃー負けちゃったか、仕方ないよね、俺ももっと頑張って修行すっか、あははみたいな感じのタイプでさ、すごくいいよね、なんかこう人間として好感が持てるというか、うん、そういうのが大事だよね。なんかね、切れたりムキになったりとかみたいにさ、俺みたいにさ、なんかポケモンの操作がうまくいかなくてムッキーとかブッチンって切れるようなさ、あのあこっちじゃなかったみたいな、じゃあダメなんすよ。何回も書かれたもんね、あの自分の操作が下手くそで、あのうまくできないからって言って、なんか切れてるのダサみたいなコメントとかっていうのがさ、特にバイオやってた頃なんかすっげえいろいろ言われたもんね、うん、またそろそろバイオの実況始めてもいいかもしれないな。どこでやろうかな、どこでやろうかな、というか何をやろうかな、な、やろうかな、だな。 RE4 とかも一通りやりまくったしな、なんかこう新しい縛りとかでもやって、やね、行くのも面白いのかもしれないけど。ということで、野瀬に行く道すがらがなかなか遠くてたまらないんけど、すごいところに来てる。よし、じゃあ、まあ、中間地点というか、ここまで来れたら、ああ、はいはいはい。で、こっちは今あれだよね、停電で行けないんだよね、はい。工事中だから行けないっていうのがイコールになるのもあれなんだけど、ああレストラン七つ星ね、レストラン七つ星は楽しみたいところなんだけど、また次回かな。いいですね、ポイント、あ強い技があったらすごく、こいつがまたねなかなか強いね、ちゃんそれまで僕忘れるんでねって、やっぱり海よりプールよ、あ海はしょっぱいのは、まあ、確かにそうだね、海はしょっぱいな、あれの先っぽもしょっぱいぜ。ゲームディレクター、ありがとう、僕にも見せてくれー、ゲーゲーゲー、よし、じゃあガッガッガッ、あーじゃあこれ全国図鑑になったらってことなのかな、もしかして、うん、150体を151パッ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 ならないとダメってことかもしれないよね。いいな、こういうリゾート地でね過ごしてみたいよね。ちゃんちゃかちゃ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 、何もなかった、この辺は、うわー、なんかすげえ嫌なやつがいる、ま、眉毛がない危ないやつがいる、運命が変わる、それがいいかわかんない、俺の人生輝くぜ、あ、なんかくれた、なになに、ありがとう、ド派手、ありがとう、バギートリックルーム、あー、そういうことか、こういうアサリの技とかもどんどん使っていかなきゃいけないんだよ、トリトドンとかみたいにさ、あの素早さが細いやつがね、あの使うとか、そういうのがありなのかもしれないけどね。おじさん何してんの、ほう、死ぬまでには見ておきたいね、死ぬまでにね見たいものとか行きたいものとかたくさんあるもんね、そういうのリストアップしてさ、一個一個潰していくっていうのがなんか人生の後半とかでやっていきたいなっていうのは思ってるよね、うん、よし、まあその頃には体力も使い果たしてるかもしれないですけど、ということで回復していったところで一旦ですねこちらで小切りたいと思います。じゃあ次回野瀬行きながら、まず七つ星レストランかな、七つ星レストランで、ポケモンをしっかりとしばいていってレベルアップして、で4つ目のバッチ手に入れたいと思います。ちょっと進行が遅くて恐縮なんですが、時間が時間なのでこの辺りでチャンネル登録よろしく、ではまたバイバイ。